質問です。私は強度の近視で30代ながら緑内障です。日常生活では全く感じないのですが、検査をするとわずかに視野欠損もあるみたいです。近視が強いので常にリスク状態ですが、これ以上視野欠損を広げないために日常生活等で心がけるべきことを教えていただきたいです。これはダメ質問ということになろうかなと。そもそもがね、近視は別に悪っていうわけではないんですけれども、便利か便利じゃないか言ったら不便やと思いますけれど、別に病気じゃありませんっていうことなので、直さなきゃいいじゃん終わりっていう感じなんですけど、一応ね、30代で緑内障っていうふうに診断されてんのは西洋医学的な考えの問題ですね。日常生活では全く感じないのですが、検査するとわずかに視野欠損もあるみたいです。もう信用できん。これだってもういろんな可能性考えなきゃいけない。これ視野欠損があるって言っても嘘かもしんないよ。眼科の都合で言ってるだけで嘘かもしんないですよ、本当は。そういうふうなレベルの人とかっていうのはいっぱいいますし、それも基本的には放置しといた方がいいんですよ。先住民だってね、その時代に緑内障という価値観もなければ、眼科もあるわけないから、緑内障なんていう人いないっていうふうなことになりますけど、当然120歳ぐらいまでね、長老とかは生きたりしますから、そういうふうに当然人間の体が老化してきたりしたら、白内障なり緑内障なり少しずつなっていくので、それはそれでね、少しはあるんですよ。でもね、90歳になってもね、目結構見えるんですよ。もしね、90歳で緑内障的な要素がある先住民がおるとするでしょ。でもね、それっていうのはもう別に年だから終わりっていうふうに思ってるだけで、治療の対象だっていうふうに自分たち自身思ってないんですよね。でもこの人は病院に行ってね、検診が何回引っかかったのよ、知らんけれども、自分で体に症状が何もないのにもかかわらず、日常生活では全く感じないって言ってるんだけど、30代で緑内障だというふうに言ってることを、病気だというふうな判断をして、でそれに対して何かしなきゃいけないっていうふうになってる。この病気だっていう観点は、実は邪魔な観点になりますから、いや、だから最初としてはね、いや、それほっとけばいいじゃんなんですよ。まず最初の、基礎の基礎としては、ね、初歩の初歩としては、ほっとけばいいじゃんっていうところなんですよね。ただまあ、もう言われている以上洗脳されてるようなもんだからさ、もう刷り込まれてるっていうかさ、もうそれ洗脳じゃなくてさ、ちょっと刺激を受けたっていうだけに過ぎないんだけども、なんかした方がいいんじゃないかみたいなのはあるんじゃないかと思います。でもそしたらもう考え方はいつも言ってる通り、同じなんですよ。同じだからダメ質問になるかもねって言ってるわけですよ。だから物質面で言えば、食べ物とか環境毒とか、そういうふうなのをちゃんと考えるようにし、生活、近視になるのでも普通の人でもね、まあ夜真っ暗いところで本とかね、漫画とかテレビとかそんなんばっかり見ないようにとかさ、近くのものばっかり見ないようにとか普通の人でも言ってるじゃん。っていうふうなことももちろんそうやし、30代でって若いからっていうのを言いたいんであれば、食べ物とかいろんなことの問題、そういうのをちゃんと気にしましょうっていうことになり、さらに言うと、もしね、まあ自覚症じゃないから置いといたらいいんだけれども、それに対して本当に気になるっていうんだったら、なんで目にその症状が出るのかと。症状ないんだけどさ。それは精神面も踏まえて考えるんですよ。我々のね、医学では。っていうことを考えるようにするのが、まあ第一歩っていうことで、もうそれしか言いようがないんだよね。だからここでハウツーでなんかこう小手先でこれをやればいい風になるみたいな、この小手先の技術を考えたり教えたりするのは良くないんだっていうことを今まで口酸っぱく言ってきたわけなんで、そこを自分でも意識してもらいたいなと思います。